ここに、耐久力1のエンチャントがついた、耐久1の金ピッケルがあります。ややこしいな。さてここで問題。このピッケルは一番運が良くて、あと何回ブロックを掘れるでしょうか？いやもうギリギリじゃねえか。あと2、3回が限度だろ。正解は、無限に掘ることができます。もう一回言ってくれる？このピッケルは一番運が良くて、無限にブロックを掘ることができます。いやいくらなんでもそんなわけないだろ。じゃあ解説していくね。ピッケルは普通の状態だと、ブロックを掘るたびに、必ず耐久値が一つ減ってしまいます。そこで活躍するのがエンチャントですが、耐久力1のエンチャントは、耐久値が減る確率を 50% にする、というもので、あと何回で必ず壊れる、という制限がないのです。つまり天文学的確率をくぐり抜ければ、ブロックを無限に掘り続けることができる、という話でした。いやどんだけラッキーなんだよ。でも面白そうだな。案外100個とか掘れちゃうのかも。ちなみに72個ブロックを掘れただけで、年末ジャンボの1等に3年連続当選する確率を超えます。ダメじゃねえか。